今から自然栽培米、林さんちの宇宙米の脱帽をします。脱帽というのはこの種もみについてるこのひげみたいなのを取ります。これ取らないと種まき機に詰まったり、精度が落ちます。ということで今から脱帽をします。これが脱帽機です。もみクリーンって書いてあります。はい、はい、こんな感じでヒゲが取れました。元のやつ見せて。元がこんな感じで結構綺麗になりました。で、さらにこれを網を通します。これが、選別の網です。これ 2.30 ミリっていうのはいわゆるキングサイズ、かなり大きな選別の網です。はい、ここに種もみ入れるとこのメッシュの中を回転しながら種もみが取ってって、粒のちっちゃいのがこっちへ落ちて、粒の大きいのがこっちに落ちます。で、大きな良い種もみだけがこっちに出るということです。はい、回してみて。ちょっと、はい、こんな感じでぐるんぐるん回ります。はい、ありがとう。なんかすごく出てるんですけど、こっち。やばいかも。これをさらに、風でさらに選別、透明というものをかけます。はい、これが透明と言います。この中に入れると風が送られて、風がこう送られて、ここから軽いもみが飛ぶという仕組みです。はい、やってみましょう。ほら、ここちょっと高くしたですね。うん、ずってる噛むのがいる。こうやっとたくさん落ちる。こうやっと早早自然栽培米、林さんちの宇宙米の種もみの脱帽と、そして選別が終わりました。脱帽の後 2.3 ミリの軽網を通して、なおかつ透明をかけたところ、約7割が飛んでいきました。これで非常に良い苗ができると思います。はーい。ありがとう。